はい、バンガロール日本語教師会の皆さん、こんにちは。このビデオは Google Classroom を、作って、それをどのように学習者に、シェアするか、共有するか、それを話したいと思います。Google Classroom を新しく作るにはですね、もう例えばこんな風に、Google Classroom How to Create a Classroom とかですね、こうやって検索すると、もうたくさんやり方が出てきます。はい。ですので、このビデオ、もし日本語がね、難しいと思う人は、このビデオではなくて、こういう、英語のビデオを見るといいと思います。はい。でも一応ここでは、私が、日本語で話すビデオを作りたいと思います。まず最初に、Google Classroom のウェブページに行きます。こうやって検索するだけでいいですね。Google Classroom と検索します。そうすると、ここにですね、この1番はエデュがあるので、ちょっと、皆さんは行かないでいいです。で、もし学校のですね、Google のアカウントを持っている人は、こちらでもいいかもしれませんが、このバンガロール日本語教師会では、学校の Google のアカウントを持っていない人が多いと思いますから、こちらを行ってみたいと思います。classroom.google.com ここですね。はい。それではこれを開きます。はい。この Google Classroom のサイトに行くと、私の場合はですね、もうすでに、たくさん使っているので、こういう、クラスルームいっぱい見えますけど、皆さんの場合は、皆さんが初めてですね、Google Classroom を使うときは、こういうものは何も見えないと思います。はい、ここには何もないと思いますね。はい。それでは、ここから、どうやって新しい Google Classroom を作るか、それをご紹介したいと思います。新しいクラスを作るには、この右上のこのプラスのボタンですね。ここから行きます。はい。で、Join クラスと Create クラスの2つがあります。このジョインクラスはちょっと後で紹介します。今はこのクリエイトクラスに行きます。これで新しいクラスを作ることができます。はい。で、教育用の、Google アカウントを持っていない人、あるいは個人の Google アカウントを使っている人は、こういう表示が出ます。はい。で、この場合はここにチェックをして、コンティニューをしてください。もし学校で使う場合は、もちろん、学校の、校長先生とかにですね、アカウントを作ってくださいとお願いするといいと思います。ここでは個人で使う場合、個人で使う場合にどうするかをご紹介しますね。はい、ここにチェックを入れて、コンティニューをクリックします。はい、ここに4つありますけど、下の3つは何もしなくていいです。別にしてもいいですが、しなくてもいいです。だけど一番上には何かを入れなければいけません。一番上に何をしましょうかね。じゃあ、デモクラスにしましょうか。デモクラス。じゃあ、BNK 用だからこういうふうに入れておきましょうかね。はい。はい。じゃあ、クリエイトしてみましょう。もうこれでですね、新しいクラスルームを作ることができました。とっても簡単ですね。では、この後で、これをですね、どうやって、ここにどうやって学習者に入ってもらうか、それを説明したいと思います。はい、やり方はですね、2つあります。1つは、この、クラスコードを使う方法ですね。クラスコードを使います。ここは FE、ちょっと大きく見せましょう。これを、この四角をクリックすると大きく見ることができます。今、作ったこのデモクラス BNK、このクラスコードは FE6LZQS ですね。これが、このクラスのコードです。もっと大きくすることもできます。こんな風にですね。もし授業中に教室で見せるときは、もちろんこのぐらい大きくした方が、学生さんは見やすくていいと思いますね。じゃあ、これをどういう風に使うかなんですけど、ちょっとまずこれは、ここではこれをコピーしておきましょうか。とりあえずコピーしましたね。はい。これが、この、
今私が作ったクラスのコードです。はい、で、もう一度ですね、この、Google クラスルームに行って、あ、今ここでは参加する側の視点です。学生が皆さんのクラスに、Google クラスルームに入るときの、入るときにどうすればいいか、それ、そのつもりで見てください。はい。では、Google クラスルームに学生としてアクセスしました。はい。今、学生として Google クラスルームに入りました。まだ招待されていないので、これは見えないです。はい。今、私同じアカウントをして使っているからここに見えますけど、まだ招待されていないときは、これが見えません。ですから、ここに入らなければいけません。そのときにも、さっきと同じように、この右上の、このプラスのボタンから入ります。さっき先生としてクラスルームを作った時にはこれを押しましたね。はい。だけど、学習者、学生として先生のクラスに入るには、このジョインクラス、これを押します。はい。そして、ここでクラスコードを、入れる、ところが出ますね。ですので、ここで、さっきの、クラスコードをペーストするわけです。はい。で、これで、もう、この Google クラスルームに、学習者として入ることができます。はい、これが一つの方法です。はい、もう一つ方法があります。それはですね、このコピーインビテーションリンクっていうんですね。はい。で、これもコピーしてみましょう。はい。で、これをですね、ちょっと見てみると。はい。こんな風にですね、クラスルーム .google.com で、なんか、こういうわけのわからない数字があって、最後に FE6LZQS って書いてありますね。これがさっきのコードと同じなんです。なので、このリンクを、学生さんにメールで送ったら、まあ別にメールじゃなくても、WhatsApp でもいいですよ。何でもいいんですけど、それでこのリンクを送ったら、学生さんはもうすぐに、さっきの Google クラスルームに入ることができます。はい。とても簡単ですよね。ぜひ皆さんもこうやって、Google クラスルームを作って、そして、学習者を招待する、その方法をやってみてください。はい。それでは私の話はここまでです。実際に Google Meet でお会いしましょう。失礼します。